今日はうちの四国県のゴマの取材で福滝先生のところにやってきました。よろしくお願いします。じゃあいろいろ聞いていきたいんですけど、まずじゃあ先ほどの話だと、はいはいはい、この犬ですね、はい、この犬はこの中ではそうとすれば一番いい奨励を取っています。各支部で、トップになる犬っていうんですね。これはこれ5回取ってます。5回も取ってる。顔、体、着物、それから性格ですね。いくら着飾っても、はい、中身が整わないとダメ、はい、いうことになりますね。なるほど、はい、一番大事なのは性格です。性格、はい、この子はどういう性格ですか？あのね、特別攻撃性はないんだけども、はい、物に対して何かのあると反応するんですね、はい、宇滝先生はもう50年以上飼ってます。飼ってますよね一番は四国犬ですか？私四国犬です。審査はね、柴犬もやりますけども、はい、基本的に私はもう四国犬ばっかり。四国犬、もう昔から少なかったですか？いや、あのね、昭和40年代にはね、はい、年間登録数が3000から4000いたんですよ、はい、あ、そんなに、はい、四国犬って僕東京で飼ってるんですけど、はい、ほとんど合わないですよ、ね、ありませんね。今だと生活環境が変わってきて、はい、で愛玩犬にだんだん変わってきて犬が小さくなってきた。だから昔田舎で言えばね、はい、うちの犬は小牛ほどあると、はい、それに餌やってるんだとたくさんやってるんだという人の、あ、なるほど、ステータスですよね。日本犬のどれかが日本狼に間違えられたとかっていうのは四国犬ですか？あ、四国犬です。そもそも日本犬って江戸時代とか振り返ると、もっともっともっと昔から、もっと昔から、はい、弥生犬、はい、弥生時代ですか、はい、でその自分の貝塚なんかに犬の骨があったりとか。なるほど。弥生犬っていうのはどういう種類だったんですか、ね、見た目は。あの中型日本犬、四国犬と変わらないでしょ。書物とかでも残ってるんですか、ね、残ってます。あ、そうですか、はい、日本がその昭和で戦争開戦した時って、はいはい、処分されちゃったんですよね。そうです。あれは何でですか？ドイツにはシェパードがいた、ドーベルマンもあった、はいはいはい、それ軍用犬に使ってた、はあ、で日本もナショナリズムが高まって、はい、日本犬じゃどうなんだろうと、はい、いうことになったんですよね。なるほど。でそこらから日本犬を集めてやった、はい、ところがあの戦争末期になってくると、はい、食べ物もなくなる。なるほど。じゃあ毛皮にするとか、はあはあ、かわいそうな運命ですね。かわいそうですね。今その天然記念物だと六犬種です。で六犬種、これは元はどれが一番古いとかあるんですか？四国種でしょ。あ、そうですか。で会見の方によると書いたというか分かりませんけども、会見は最も野生感ありますよね。ありますね、はい、日本犬標準ですね、はい、から言うと若干落ちると。なるほど、はい、どういう意味で落ちるっていう、日本犬、まあの場合ですね、日本犬保存会ありますよね、はいはい、その中で、基準を標準を決めてるんですよ、はいはい、その目で見るとサイズが固定されてないとか。なるほど。大きいのもいれば小さいのもいると。はあ、はあ、はあ、秋田犬はどうなんですか？秋田犬は、ね、私が言うと昔の犬と違うんです。今ね、生まれてくる犬の中に長毛が生まれるんですよ、はい、長い毛ね、はい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 、それカラフト犬なんですね。カラフト犬、はい、ってことは本来の日本ではない、ね、だからあの大きい日本犬がいたのは岩手とか、はい、それ秋田にマタギ犬がいたんです。マタギ、はい、もうじゃあまさに山。山。なるほど。でそれは今の中型日本犬より大きかったんですよ。四国犬のベースは赤毛なんです。これもう少しね赤が冴えなきゃいけない。こっちの子はゴマ、普通のゴマです。かわいいな。だけどこういう犬のが四国犬は赤毛っていうのが、ね、赤一枚っていうのがね、昭和そうですね40年の終わりか50年の初めの頃になって、はい、黒ゴマの方が渋く感じるんですよね、見た目。なるほど。赤毛に生まれるとね、はい、変なところ、欠点が隠す、見えちゃう、見えちゃう、顔の味わいもなかなか出てこないというのが、黒ゴマに生まれると渋いような感じがするじゃないですか。確かに。日本狼は、はい、との関連性はどうだったんですか？日本狼は交配して、はい、日本犬になったというのを新聞かテレビでやったんです。どっちが先なんですかね？狼でしょう。狼ですか？狼でしょうね。弥生犬はどっちですか？狼に近いと思います。ただ狼を家畜化したものだと。そんな前からいたんですか？いたんです。海外では日本犬人気なんですけど、ええ、残念ながら日本だと減ってませんか、ええ、この辺どうですか？日本には狼も今までいませんし、歩きながらですか、はい、いませんけども、はい、
かわいいね。私一度ね、はい、狼見たくって、はい、上野の国立博物館があるじゃないですか、はい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 、あそこまで見に行きまして、はいはい、剥製にしてますから、はい、小さくなってしまってますね。あ、剥製技術が悪かったから、はいはいはい、海外でも狼犬っていうのを見るから、ええ、日本狼でもやっぱそれなりに大きいと思ってたんですよ。いや、あのね、あの島国ですから、はいはい、日本狼小さいんです。日本でなんか日本犬を飼う人が減ってますよね。減ってます。なんでですか？中型犬でいうとね、はい、減ったっていうのは家庭環境が一つ。私も何十年も審査員した中で、はい、どうしてもね、展覧会的に見ると、はい、闘争心のあるような攻撃性のあるようなものを取っちゃったんです。なるほど。そうすると事故が大きいじゃないですか、はいはい、獣医さんは、はい、足こけが怖いっていうのが、ね、あ、確かに。うちも飼ってるから分かるけど、むやみに攻撃はないですね。ないんですね。だから良性でないとダメってことですね。本当に、ね、将来は、はい、中型犬を残していこうとすれば、はい、闘争心はある程度しょうがないんですよ。そうですね、というのは本能ですよね。犬そのものが喧嘩動物ですから、攻撃的なところ絶対抜かなきゃいかんと思ってます、後輩で抜いていくって感じですね。そうですね。それとあの展覧会ですね、はいはい、攻撃を仕掛けるのは落とすとか。草木先生が50年も尽力されて審査員辞められて、はい、四国犬で何か心配事とか憂いてることとか。あのこれは一つあるのは、ね、大きいのは40年代後半ですか、はいはい、3000と4頭と4000頭生まれてましたよね、はいはいはい、今300頭満たないんですから。本当ですよね。だから分母が少ないんです。飼ってもらおうとすれば、ね、社会性を身につけるってことですよ。そうですよね。それが一番大事ですね。日本犬のしつけって大変ですか？四国は難しくないです。そうですよね。大丈夫。四国犬の魅力はまってて、はいはい、一番の魅力って何ですか？味わいでしょう。味わいですか、はい、例えば顔を見るじゃないですか、風情があって、日本の気候風土に似合うと。確かに。田舎ですけども、家がね、子犬、はい、の時はね、山で話すんですよ、はい、そうするとね、すごい似合うんですよ。風情って合いますね。合います。佇まいがいいですね。そうなんですよ。日本犬の良さというのは年を取るごとに味わいが出てくる。はあ。美術品を見るのも攻撃品を含めてですね、はい、いいものを見てれば目が肥えてきちゃう。展覧会自体の回数は減ってますか？いや、回数は一緒なんですけども、出陳頭数が例えば四国犬はずっと減ってますね。品評する人もちゃんと見てないといけないし、会員自体も若い人がいない。少ないですね。これどうしたらいいですかね？怖いもんだという認識を改めてもらうというのが一番大事ですよ。フレンドリーである程度ならないと攻撃性が強い犬はいかんです。なるほどね。威嚇はするけど、そうそう、信頼すると。そうなんです。そうなんですよ。だと絶対にこっちから行かない限り、むやみに絶対攻撃しないです。しないですね。うちの読者が20代、30代、はいはい、40代、はい、ファッション好きが多いんですよ、はいはい、そういう人たちに四国犬の良さを伝えるとしたら、はい、日本人の心でしょ。心。うわ、奥深いっすね。で、何かというとね、はい、日本人そのものが、はい、日本人の心を忘れてるじゃないですか。そうですね。色濃く残してるのが日本犬だと思ってます。それはどういう心ですか？さっき言うその好き嫌いを明確にできる、うん、親しくなったとことん親しく、うん、日本人が好むわびさびの世界になってきます、うん、なるほど。私はいつも言うんですよ、はい、日本犬飼ってる人は、はい、命の入った、ね、文化財を、命の入った文化財を俺たちは使ってるんだよ。そうです。それが一つのプライドですよね。なるほど。僕らちょっとファッションの講師ですけどちょっとそういう読者にもちゃんと伝えていける努力はしていこうと思うんで、はいはい、例えばですね、はい、あのファッション、今風のファッションでいいんですよ、はい、でもね、本当に味わいのある日本犬だったら、はい、翌年おいてもかっこいいじゃないですか。確かに。貴重なお話、いろいろ聞けてありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。あの詳しくセンスでも雑誌でも伝えていくんで、はい、あと僕らもできること、何かあったらサポートを少しでも役立てることをやりたいと思いますんで、ありがとうございました。今日は